はい、皆さんこんにちは、ワネレグルビジです。では今回はだいぶね久しぶりになるんですが、信長の野望大使、こちらをプレイしていこうというふうに思います。で、パワーアップキットがね当初11月に発売されるというような話だったかなと思うんですが、どうやら伸びてしまって、今は2月ぐらいになっていたかなと思うんで、まあ、ちょっとねその2月に向けて信長の野望大使のリハビリというわけではないんですが、やっていければいいかなというふうに思っています。では今回プレイしていくシナリオなんですけども、1582年6月の天皇さん、まあ、皆さんねよくよくご存知だと思うんですが、本能寺の変の後、その覇権を秀吉と光秀が争ったのがこの天皇山と言われるところなんですが、今回はねこの天皇山のシナリオで、かつ光秀を選んでいこうかなというふうに思っています。ちょっとね光秀を探しましょう。光秀どっかにねいるとは思うんですが、これかな、違うね、これつねちゃんだね。光秀は天皇山っていうぐらいだから結構前半にいる。確認していきます。いましたね。拠点数11、武将59。なるほど、これをどう見るかですね。あとは多いと見るか少ないと見るか、まあ、ちなみに、この辺りはね他の武将がどういう状態になっているのかというのを確認しておきましょうか。まずはやっぱり、秀吉かな。秀吉を見ると拠点は11、これ光秀と同じ11ですね。問題はその武将数だな。これ武将が113ということで、まあ、光秀の場合いますね。まあ、実際問題ね、その秀吉は人たらしと言われたわけなんで、まあその秀吉を慕う武将はたくさんいたというところだとは思うんですが、さて他は有力武将でいうと家康が12-66か、もうこの辺りも結構強力ですよね。あと勝家なんかはちょっとね拠点数は多いものの武将数は少し見劣りするかなという印象がありそうです。あと浮田は拠点6、武将は21か。やっぱり秀吉、家康、それに光秀といったあたりなんですかね。ちなみに細川忠興なんかは拠点は2で武将6ですからね。となればやっぱりここはまあおとなしくというわけではないんですけども、秀吉との戦いに勝利するというのが、まあ、大前提にはなってきそうです。では光秀でいきましょう。で、志は雨が親しるというところですね。そう、ちょうど今カチューハットって出てますけど、光秀はね、まあ、軍の統率を時代に先んじて行うための軍中ハットみたいなものもね率先して整備したと言われている武将なんで、能力は全体的にもちろん高いはずなんですけども、そのあたりもねこの後見ていきましょうか。ちょっと待ってくれ、西郷隆盛が出てきてるぞ。これはあれだな、ちょうど幕末維新が、維新の志士たちがこの戦国時代にタイムスリップしてきたらっていう架空のシナリオをプレイするために行ったチューニングが入っちゃってますね。ちょっとここは一度戻りましょう。このままやったらやったで面白そうな気はするんですが、スタートメニューに戻らせていただいて、まあ、せっかく今のね見れたのでこれはこれで残します。すぐにちょちょっと設定を変えればいけるところなので、ここはね、やっておきましょう。環境設定だったかな。違うと、すぐできると言ったのに時間がかかりそうな気配もあるので、
もうちょっと確認しておきましょう。部署編集だったから、出す出さないっていうのが確かできたと思うんですが、登録部署35がいるので、待機の切り替えですね。これだ。これで一括切り替えで全部待機にしましょう。こうやってね、一通り部署を登録していってたんですよ。まあ、吉信とか、井伊直介とか。で、ちょっと脱線するんですけど、これ三国志スクールで、まあ、画像とかから武将の能力を、まあ、設定してくれるっていうツールがね、ついていたので、それをもとにこの能力値を入れていったんですが、まあ、ちょっと今回はね、待機に変えてもう一度やります。まあちょっと時間ができたらね、もちろん、せっかく登録した維新志士たちタイムスリップシナリオもやっていきたいなと思うんですが、今回はまずはね、雨が下しるというわけで、この光秀でやっていきましょう。まあ、ちょうど再来年の大河がね、麒麟が来るで光秀主人公になってますしね。では早速始めていきましょう。まあ、一通りの内容はもちろんね、プレイをしてきているので、細かい内容は見ていかなくてもいいかなと思うんですが、まず周辺国の状況等を見極めていきましょう。まあ、今日を抑えているとはいえ、やっぱり秀吉、これをどううまく、御していくかというところになると思うので、しっかりとね、ここを対抗していくために、まずは、細川家を取り込みたいな。マイナス10か。というか、周り全部マイナススタートだね。全部。細川家、マイナス10だし、まあ、秀吉とだってさ、これ細川家と秀吉80でしょ。厳しいな。秀吉、厳しいな。となると、ここは鈴木と結んどくか。他に何かいい手があればいいんだけどね。もしくは、そごう。さらには、長宗我部。このあたりと結んでおくかどうかというところかな。まあ、とりあえず、今、細川家とうまく手を結ぶのは難しそうなので、まずは鈴木と結んでおきましょう。で、総社ですけど、相性がいいのは利光か。あとは、京極高次、ここただ利光をこれに使っていいのかっていう話もあるよね。まあ、でもここは時間がちょっとでも惜しいので、まずは鈴木家と外交をしておきましょう。他どうだろうね。浮田に背後を狙ってもらう、その秀吉の。ここも総者でいいのがいれば、あ、京極高次、いいね。さらに、もともとね、長宗我部と明智家は、その信長の四国政策に対して、どちらかというと、調整をね、しっかり果たしていた方の、織田家側の人間なので、ここはね、しっかりとその役割を継続してもらいましょう。もうちょっとさ、まあ、そういう背景もあって、長宗我部とは、そもそも斎藤利光と、その、まあ、斎藤利光を介して、まあ、半ば婚姻に近い関係があったんで、それくらいの関係は維持しておいてほしかったな、じゃないと、このシナリオ、天王山戦いでいくと結構辛そうですね。まず標的をどこにするかだな。あとは、常沖のここを狙っておくか、有岡城。高山右近の高槻城。なかなか厳しいね。さらには、庭の、の千世山。四方八方敵だらけってことを考えると、まずは小国を食っていく必要があるものの、秀吉軍が退去して押し寄せてくるというのは避けたい。かつ、勝家だったり秀吉だったりっていう大軍を動員してくるところとはもちろん戦いたくないので、まあ、牽制は必要だな。そうなるとまずは
勝家の牽制としてどうする？勝家の牽制どこにさせる？森が勝家とは仲がいいから到底無理だな。勝家との関係がいいところに対してやっても無駄なんで一旦やめましょう。ではここからは、ちょっと内容的にはね内政の話になりますけど、まずは内政をしっかりしていきましょう。進出していかないと話にならないんで。行動回数も1か。なかなかしんどいね。やってくれることが。で、あとは本拠地近く、八神城。あとは、どうだろうな。長浜、沢山、大垣。この辺り。あと、安土持ってるのか。安土、まずはそうは言っても考えだよね。かしこまりました。1にも2にも。考えをやっておかないと話にならないので。考え、しかもどちらかというと取れ高が大きいところを中心にやっていった方がいいんだけど、ただあっという間に奪われるようなところにそれをやってもしょうがないのでやめましょう。まあ守りが一見すると硬そうなところ中心に考えというのを入れていきましょうね。まずは考えをこれくらい入れとけばいいかな。で、さらに開発だよね。まずは国境付近に関しては、戦場になる可能性が高いところに、新しく、そうだな、防塁を築いて、敵の進出を阻みたいよね。27日。必ずここで迎え撃つというところで、36日かかるか、きついな、防塁。まあ、本当に天王山に敵がね、やってきてくれるのっていうのが前提ですけどね。さらに、準剣場、いや、防塁だな。ここはもう一貫して防塁を立てていこう。金がいくらあっても足りないな、本当に。とにかく、対。秀吉。さらにちょっと一応勝家にも備えておきたいので、勝家の進行ルートを考えると、まあ、やっぱりこの辺りが最初に戦場になりそうだよね。金が全くないんで一旦この辺りにしておきましょう。まあ、まずは軍事面で秀吉の大軍を防塁で貶としめていくというところですね。数を減らして、数位的な数的優位性をなくさせるっていうのが重要になるかなと思います。でさらにはちょっと待ってね、そもそも今さ光秀はどこにいるの？そっからだよね、確認しなきゃいけないの。光秀は何が何でもやっぱり主力として出てもらう必要があるので二条御所にいるね。であれば御所で歩兵しよう。農兵いくらいても困らん。仮に生産が落ちたとしても歩兵だ。信望を失ってでもいい。今は歩兵に努めよう。であと斎藤利光がどこにいる？斎藤利光がいる場所もね結構重要なんで、利光がいる場所をしっかり確認しておきたいですね。あとはなんといってもその光秀を中心とした軍勢にしたときに光秀だけだと話にならないんで、光秀をこう補佐するような軍勢を任せられる人材も欲しいんで、それをちょっとどっから調達してくるかだよね。もし利光が今大将閣になっていないのであれば、ちょっとそれ
早々に移そう。で、多いところがいいよね、やっぱり。そうなると、安土でも900。八神城あたりに入れとく。そしたら、利光を八神城へと移しましょう。八神城に、利光を入れる。統率の高い利光。あ、御所にいるんだ。まあ、御所に入れといてももったいないからね。これは、移そう。結局、御所だと被っちゃうんで。で、利光の親善の命令が中止になる。かしこまりました。それ全然嬉しくないけど、しょうがないね。代わりに親善を行うものを、あてがいましょう。鈴木家に対して、婚姻可能な親善。利光いけるじゃん。僧侶を解除して、ここで改めて入れなきゃいけない。今移動中だから無理だね。そうなると、続いては、京極。いや、そうだ。京極は京極でやってたね。となると、森綱。森綱は何もやってないでしょ。じゃあ、これで時間を進めます。まあ、やっぱりここはしっかりやっていかなきゃいけないところなんで、時間をかけちゃいましたが、お付き合いお願いしますね。あと金だよ、金。金が欲しい。開戦するまでまだ時間はあるはずなんで、それまでに金をしっかり集めましょう。金だよ、金。金がガシッと集まるところ、そうなると安養寺、森綱、多賀はないかな。そうなると、まあ、バランスのいい妻夫木くんにするか、利光にするか。まあ、利光にしとくか。この策はいかがでしょうか。馬産証券成長上昇症、まあ、これはもらっといて損はないですね。鉄砲攻撃力上昇症、三井ではね、そもそもその特性として鉄砲攻撃力 20% アップ持ってるんで、これ先にやりたいな。けど遠いな。いやー、実行したいけど軍事50までは遠いよ。そうなるとまずは金を貯めていきましょう。で、この明智家に使えたいというか、いや、もちろん雇うよ。だって大使に関して言うと、いくら武将を雇っても金がかからないので、これがポケット戦国だとね、武将を雇いすぎると死亡するっていうのがあるんですけど、まあ、それがないのでいいでしょう。すまねえな。ここは大歓迎ですね。徒用できるんだったら徒用してこうよ、全員。全員徒用。他、畠山、六角。この辺りも含めて全員雇う。その上で配属していこう。三人体制である必要はあるかなと思うんで、三人体制を維持できるようにはね、していきたいなと思います。作兵衛、武勇は高いけどな。3人体制になっていないところがあれば入れていきたい。沢山に関しては1人しかいないか。そうなるとやっぱり二条御所からね、誰か入れてあげなきゃいけないですね。ここはじゃあ六角入れよう。ゆかりがあるだろう、沢山に関してはある程度ね。で、六角を入れていきます。承知いたしました。で、金がどうなってる。1685。ここはもうね、何が何でもというところで、防塁を築いていこう先に。で、防塁を築いた後に
初めて寮内の、まあ、いわゆる仕打ちというかね、考えがやっていけるかなと思うので、秀吉軍がどっから侵攻してくるかがよくわかんないからな、そこだけちょっと怖いよね。ただ本当に全部を防塁でこう囲いたいぐらいなんで、怖さ的には。ただあんまり広げて穴が開いてるとそこから攻められた時がきついんで、覚えておく範囲はこれくらいにしときますか。でその他で言うとどうだろうな、梶村これ建てられるところあれば建てておきたいな。しかもガシッとやられないところがいいんで、承知いたしました。梶村は鉄砲がね入ってくるんで、これはこれで本当にありがたい。かしこまりました。で金がない、金がないね。今戦線を布告しようとする気は一切ないので、仕掛けられるまでにやれることをやりましょう。承知いたしました。とにかく金を貯めて、防御を固めて、仲間を増やして、叶わなかった光秀の天下取りに行きましょう。宇喜多と通商を結べるのね、結びましょう。上層壁とも通商を結べます。報告いたします。さて忘れないうちに先に進出系はやっておきましょうね。さっき危なかったですよね。金を使っちゃいましたけど。であとやっておかなきゃいけない内容はやっぱりね、金がないとはいえ暴類なんですよ。やっぱ暴類しきりに暴類を築いていこう。金がないね。で防兵だな。あとは五将は防兵したんで、大垣城もちょっと防衛しとこう。あとは利光のいる八神城、ここも無理してでも集めます。とにかく今は欲しい武将が。でさらにちょっと神前だけど、秀吉と仲良くないところと仲良くしておく必要があるんで、秀吉が仲良くないところどっかある？やっぱり今見てきたところぐらいしかない。毛利だよ、毛利。毛利と仲良くしとこうよ。すっかり忘れてたね。毛利婚姻してもいいぐらいだ。天海、さすがよ天海。あとは勝家がどう動くかわからないけど、筒井、大和の筒井かも。いや細川家もさ、取り込めるんだったら取り込めたいよな。やっぱり仲間増やしたいんで。利光はダメだ、今やってるね。細川、ここは一門衆だろう、名前から察するに。あとは大和の筒井純慶、ここにも人を送り込む。森綱、おっと森綱もすでにどっかとやってる。すっかり忘れちゃいましたね。あとは楠木くんかな。そうするとよし、この出遅れがどう出るかだね。もう初手でしっかり外交を始めとけばよかったかなっていう気もちょっとしますけど。
まあ、まずは同盟を結びたいので同盟を結んでいく。仮に兵糧をよこせと言われてもね、兵糧をやります。足軽の雇用を下げてください。足軽は雇用してないんだよあんまり、正直言って。開墾します。まあ、開墾はね一発勝負なんで、まあ、しょうがないかな。本当だったらね清水山とかも結構良さそうなんですけど、金もないし諦めましょう。毛利家とも通称。報告いたします。先月の収支。いやマジで金がない。この金のなさはやばいもんがあるな。妻吹き、妻吹き商業14でかいね。あとできれば軍が欲しいよね。1。いや内藤さんちょっとひどくないか。伊達天個性効果、伊達天って言われてもさ、軍事プラス1じゃちょっと採用できないよさすがに。畠山軍事4。そうなると楠木とろくな武将いないな。本当にこの辺り秀吉配下だとね、もう名前の知ったる武将、小六だったり、もちろん弟秀長だったり官兵衛だったりいっぱいいるからな。はかりごとならばお任せよ。まあ、今はとにかく金かな。まずは鬼田隊は入れる。であとは成長速度が上がると言われてもな、ちょっと微妙だよね。外交有利、これは欲しいね。このあとすぐにでも外交交渉始まるんで。牧畜支援、まあ、ここは一旦農地拡張かな。で湾口整備も入れちゃいましょう。余らせといてもしょうがないんで、前半のね成長の速さが重要なので入れていきましょう。でその他でいうとちょっと取引して金を一層得ましょう。かしこまりました。金がさんなさすぎて話にならないので、鉄砲とか欲しいですけどね。でまたまたかいと思われるかもしれないんですが、防塁をひたすら防塁を築いていきます。かしこまった。であとはその防塁を発展させておきたいよな。ちょっと待って、防塁になってもそうだけど防塁が築けてないところがある。これはいかん。かしこまりました。で防塁を発展させよう。かしこまりました。まずは秀吉軍が押し寄せてくるであろう場所、ここにしっかりと張り巡らせておきます。で、その他でいうと商人町とかを建てておきますか。まあ金が欲しいんで商人町は、ちょっと待って、建てていけるところは限られてるので、そういうところには商人町、兵糧よりも商人町だよね。で本当だったらね知性塾とか交渉塾とか建てていきたいんですけど、これをやる余裕は今はないので、やっぱり商人町を最優先で建てていくしかないかな。商人町建てられるところがもうないね。金もないね。じゃあ一旦これで進めますか。しまった、また肝心の進出を忘れていたな。
まあ、ただ進出できるところもないので、まあ、やるんだったら投資になっちゃう感じかな。月のお金がプラス67。まずは同盟を結んだら庭家あたりを早々に滅ぼしたいな。というか庭さんだったら今すぐでも攻略できんじゃないか。ここ邪魔だもんね、庭。とはいえ今その勇気がない。でも庭を食わない限り次新しいこともできる感じもないよな。516。厳しいね。金がないね。庭さんと戦うのか。いや、今チラッと出たけど秀吉が堺独占してたね。ああいうことやられると辛いわ。報告いたします。ご命令ください。で、先にまずはいつも忘れちゃうので進出をしておきます。承知いたしました。金がないですというところはあるんですが、やれることはやっておきましょう。で、5章は火巻き。承知いたしました。をしておいて、ちょっと外交状況見とく？気になるのが、勝家、秀吉、この辺りだよね。岐阜の織田家になっちゃってんだね、今の千世山が、丹羽長秀が。これさ、岐阜の織田家と戦闘しても勝ち目ないよな。今食うんだったらどこがいいんだろうね。まあ、つねちゃんとかと戦うのは厳しいから、蒲生かな。ちょっと蒲生家ってどうなってるか見ますか、外交状況。なかなかしんどいね。ガモは結構同盟結んでるね、いろんなところと。同盟しているのが少ないところと戦わないと、まあ、ちょっときついからな。敵がドカドカっと押し寄せてきても厳しいですからね。やっぱり攻めさせる方がいいんだよね、防御をしっかり築いている以上は。防塁がないとかってなってくるとまた話はね変わってきちゃうんですけど。取引を行いましょう。取り計らいます。まあ、では一旦ここはありがとうございます。やっぱり防塁を築いて敵の進行に備えよう。でさらには商人町でね、金がある今のうちに商人町をずらずらーと並べておきたいけど、結局取られちゃうと話にならないんで、取られないようなところにやっておく必要があるんですよね。それをどこにするかだよな。
商人町がもう建てられるところがむしろない。マジか、早いな。金が欲しいんだけど。しょうがないね。そしたら漁村とかにしときますか。商人町も建てられるとこないもんね。まあ、あの漁村を建てて得られた兵糧で金を得るっていうね、手段に打って出ましょう。ない以上は。かしこまりました。まあ、基本安全地帯は安全地帯として暴類とかではなくて金になるものを作っていった方がもちろんいいので、あとは普通に考えて兵力を増強したいので、兵力が増強できるようにルミンが入ってくる宿場、茶屋、この辺り中心に建てていきましょうか。はい、ではね、ちょっと時間がいい時間になりましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回以降はね、ちょっと内政のところとかはシャカシャカと進めながら、いざ秀吉勝家、との合戦の方に移っていきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。